鎌倉に来ました。鎌倉駅で降りるのってもしかすると初めてかな。なんか鎌倉駅降りた記憶ないんですよね。なので初めてかも鎌倉駅。日本ワインのお店ジャンにやってきました。じゃあ入ろうか。買って飲めて食べれます。だってじゃあ入りましょう。ん？あ、そうなの？あ、大丈夫ですか？はい、じゃあお邪魔します。バッカス。はい、乾杯。じゃあお疲れ様。何キロ走ったの？16キロ。この暑い中。うん、あ、美味しいな。じゃあ、はい、どうぞ。ペースト、はい、どうぞ。はい、お、近い近い。はい、どうぞ。じゃあいただきます。山椒効いててうまいね。めっちゃ美味しい。これですね、山椒香るレバーペースト、めっちゃ美味しい。うん、奈良の日本杉農園でマスカットベイリーエイトメルローコーヒーって書いてある。色を見るとそうでもない。赤。いただきます。うん、マスカットベイリーエイ、とてもチャーミング、めっちゃ美味しそう。すごいね、骨付きだ。ごちそうさまです。さあさあ、わ、外めっちゃ蒸し暑い。うん、日本ワインのお店ジャンさんでした。レバーペースト、山椒の香りがそうめっちゃあったし、カレーもほんのりと和風だしが効いてる美味しいお店でした。あ、もちろんワインも美味しかったです。ってことで、この辺来たらまたお邪魔しよう。ジャンさんでした。ご乗車ありがとうございます。やっぱ蒸し暑いね。よし、平塚やってきました。七夕祭りの平塚、原菜カレーパン売ってる。うちはもらいました。わあ、なんかぬるまったい風っていいのかな、なんかすごい湿度が高いんで、湿度の高い風をかき回してるだけです。わあ、七夕祭り、やっぱすごい人のにぎわいです。平塚七夕祭り、なんかこういう時は DJI オズモポケット3とかがあればよかったんでしょうけれど、今ないんでちょっと手ぶれひどいです。なんか演奏やってる。開いた。なんかさ、アンデスのさ、民族音楽やると大概コンドルは飛んでいくなんだよね。そうなんだよね。わ、すげえ風船。でもさ、お化け屋敷なくなっちゃったね、やっぱり。え、お化け屋敷ってさ、あの
違うゾーンじゃなかったっけか。いや、なんか角っこにあったと思うんだけど。本当だ。大谷翔平。ベルマーレ。メインなのかな、こっちが。ちょっと混んできました。なんか七夕祭り、あっちが、まあよく知られる七夕祭りの飾りがあるところで、で、なんか知んないけれど、こっち側の方面に、人の波ができていて、で、この広場に屋台がたくさんあります。なんかこっちも、なんか第二会場的な感じなんでしょうかね。こっちの人もすごい賑わってる。こっちはいわゆる屋台ゾーン、こんな感じ。いや、すごいな。こっちも初めて見た揚げ物じゃ。なんでしょうね、ベルマーレ。なんかベルマーレ、ね、ベルマーレのキャラクターがいる。ベルマーレおじさんかな。おー、あれ50点かな、外れか。おー、いった、50点。ストラックアウト的なサッカーやってる。ということで、平塚七夕祭り。いやー、混んでたな。混んでたってほど混んでなかったんですけれど、混んでました。そしてめちゃめちゃ蒸し暑かった。平塚の七夕祭り、歩道が一方通行でこんな感じで、こういった交差点まで歩かせて U ターンさせるっていうルートを今回採用してるみたいで、で、ここの U ターンルートがこれといって何もないんですよね。こんな感じでただ歩かされるだけで、何かがあるのかという U ターンの箇所なんですけれど、なんかここまで歩いて、で、あそこあたりから左に曲がると屋台ゾーンなんですよね。そこに皆さん向かってます。ということで、自分たちは平塚七夕祭りから離脱です。いやー、楽しかったな。けどちょっと蒸し暑くて辛かった。暑い。コメダがあります。コメダ入りたい。暑い。お、結構人にぎわってる。フローラルリーフさんにやってきました。こっちから、あ、こっちの方がいいな。こっちの方がいいや。フローラルリーフさんにやってきました。何気に人が多くて、あ、今も車でいらっしゃった方がいますね。よし、じゃあフローラルリーフさん潜入。フローラルリーフさんでした。いや、ハウスの中がすごい暑いんで、ちょっと一周してもうギブアップです。でですね、中はそうこんな感じで、この、お客さん入り口あたりはお花が多いんですけれど、奥のハウスには、パキポディウムグラキリスとか、あとは、アガベも少し置いてあったりで、さらに奥の、ちょっと熱帯系のハウスにはビカクシダだとか、あとベゴニアだとか、そういったものもたくさんありましたね。ということで、フラワーじゃない、フローラルリーフさんか、フローラルリーフさんでした。いや、結構面白かったな。フローラルリーフさんのハウスの中がめちゃめちゃ暑かったので、 JA 相模かの YY1 ってところにやってきました。ここにもちょっと植物置いてありますね。
ここでバスの時間までちょっと時間を潰します。アイスとか売ってるかな。茅ヶ崎産の牛乳使ったアイスクリーム、こんなやつ。それと湘南塩菜レモンサワー、数量限定だって。神奈川限定、神奈川限定湘南ゴールドサワー、これを買いました。 ZV-1 で映るかな。かなり真っ白なアイスクリーム、うん、濃厚でうまい湘南ゴールドサワー、結構さっぱりとしていて美味しいです。で、塩菜レモンサワーは酸っぱい。いや、ちょっと、はい、うん、湘南塩菜レモンサワー、あ、なんかいい感じのレモンサワーだな、これは。じゃあ乾杯。日立のネストのダイダイエル、さっぱり。ちょっと飲んでみ。そんなにね、甘くないよ。じゃあ、スプリングバレー、キリッとするね。甘くないでしょ。うん、きた。サルサバーガー、すげえでかいね。でこっちがオリジナルバーガー、めっちゃいい匂い。よいしょ、美味しかった。マルガリータ湘南ブランチカフェさんで美味しいハンバーガー食べてました。ごちそうさまです。ここに目にあった、うん、お、着いた。今度は土屋商店さんにやってきました。ここ角打ちやってるんで、ちょっとここでまた何か飲もうと思ってる感じ。なんか角打ちって書いてあるな。角打ちじゃないのか。まあいいや、とりあえず入りましょう。それでは潜入ます。ありがとうございます。こちら1000円になります。はい、こっちが、炭上がり。ひっくり返ってる感じね。ほんと、こっちが転生。飲んでみればわかるよね。真逆だから、うん、はいはい、いただきます。どっちもこっちの方が甘いよ。うん、けど両方美味しいね、うん、飲みやすい。土屋商店さんで門打ちやってました。いや、今日飲んだ、晴天のあれ忘れちった、朝絞りじゃない、天、あ、そう、天聖の朝絞りがめっちゃ美味しかったな。ちょっと覚えておこう。天聖の朝絞り、この辺の酒屋さんで作った日本酒です。よし、渋谷に戻ってきました。渋谷握手、あと14時間でオープンですね。わ、ちょっと暗いな。